皆さん、こんにちは。滝沢ギター検定検定委員長の滝沢でございます。今回はフォローアップ動画その4ということで、iPhone を使って YouTube に動画をアップロードする方法についてお話をさせていただこうかなと思います。動画をアップロードしたことがない方向けのお話という感じですね。僕は Android 端末を持っていないので、iPhone を使った実用になってしまうんですけれども、もし皆さんがその iPhone を使っていらっしゃって、まだ動画をアップロードしたことがないということでしたら、この動画を参考にしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。とりあえず、撮影に便利なグッズとしては、やっぱ三脚です。こういう三脚が一つあると、すごい便利ですね。iPhone をこういう感じでこう挟んで、足を広げてテーブルの上とかに置いて、でその前でギターを弾くと、そんな毎日使うもんじゃないですけれども、意外と一つあると、便利なグッズかなと思います。電気屋さんに行けばもう1000円しないぐらいで安いやつを売ってたりとかするので、興味があれば一つ揃えてみてもいいんじゃないでしょうかということです。で、意外と便利なのが、こういう洗濯バサミです。この洗濯バサミをこの普通にガッと挟んで置いておくと、いい感じでスタンドになるんですよ。微妙に角度をつけることもできますし、雑誌とか漫画とかを置いて高さを調整することもできますし、何気にこれは簡易スタンドとしてはかなり優秀といいますか、実は縦置きとかもできたりとかするので、意外と便利だったりとかします。で、動画を撮影するときは、基本的にはこの横向きで撮影をするようにしましょう。なんでかというと、皆さんご存知かと思うんですけども、YouTube の画面って横長じゃないですか。スマートフォンでこう縦画面で撮影をしてアップロードすると、すごい縦に長い動画になってしまうんですよ。それはそれでいいんですけれども、できればその横の方がすごいこうサイズにフィットして見やすいかと思いますので、できるだけ横向きで撮影をするようにしましょう。で、iPhone の場合は、その背面カメラと、あと前面カメラの2つのカメラがあるんですけれども、基本的には背面カメラの方が高性能なんですが、前面カメラも十分高性能なので、前面で OK です。もう普通にこの画面を見ながら、自分の姿をチェックしながら撮影をしていただければ OK という感じです。で、あと後ろでそのパソコンとかコンポとか何かしらのプレイヤーで OK を流してギターを弾いて、で、iPhone に映像とその音声、鳴っている音とそのギターの音を録画して撮影は完了という感じです。多分ここはそんなに問題はないかと思います。で、次はそのトリム、カット編集なんですけれども、失敗。こんな感じですね。これは標準の写真アプリなんですけれども、何かしら特別な動画編集アプリとかを入れなくても、普通にこれでトリム編集ができてしまいます。この動画は全然関係ない動画ですけれども、皆さんがその撮影をした動画だと知って、この画面にして、ここの黒い矢印の部分をですね、タッチすると、トリム編集をすることができるんですよ、実は。ちょっとやってみますと。こんな感じ。ちょっとわかりづらいかもしれないんですけれども、黒い枠が黄色い枠に変わりました。この黄色い枠に変わると、そのトリミングのモードになっておりまして、始まりの部分も後ろの部分も、このスワイプをすることで、このカット編集をすることができます。ちょっとこの大きすぎて、なんていうんですか、尺が大きすぎてやりづらいという場合は、ここの矢印ボタンを長押しすると、コマが広がるような感じにして、結構細かく編集することができますので、こういうのをうまく活用してやってみてくださいませ。で、その長さが OK だなと思ったら、このトリミングボタンをタップ。そして、この保存のボタンをタップすると、新しいクリップとして、新しい動画として、またこうトリムされた動画が出てきます。で、この動画を、この左上の何アイコンっていうんですかね。四角からこの矢印がボーンって飛び出しているようなアイコン。これをタップすると、こんな感じで YouTube っていうアイコンがあるんですよ。この YouTube をタップすると、もうそのまま YouTube にアップロードすることができます。タップしてみます。そうすると、YouTube のパスワードっていう感じなので、上はそのログインするときの その ID といいますか、その多分メールアドレスだと思うんですけど、メールアドレスとパスワードを入力します。で、これでサインインをタップすると、YouTube にログインをした状態になります。で、ここでタイトルと説明欄と画質、あとタグ、カテゴリー、で、あと公開設定。
これらを設定して YouTube にアップロードが完了という感じでしょうか。ちょっとやってみましょう。まずタイトル。まあ、できれば滝沢ギター検定って入れた方がその分かりやすいので、僕は嬉しいです。滝沢ギター検定 A の1とか入れて、で、説明欄も別に特に指定はないんですけれども、何かしら一言。キリンさんより、キリマンジャロ。キリンさんよりキリマンジャロっていう感じで。で、その次。この下のほうですね。標準解像度と、まあ、HD ってあるんですけれども、まあ、どっちでもいいです。普通に標準解像度でも十分きれいな画質なので、まあ、高画質がいいよという人は普通に HD のほうを選択してアップロードしてみてくださいませ。で、タグ。これは、タグってご存じない方多いかと思うんですけれども、その動画と動画を関連づけるキーワードみたいなものなんですよ。例えば、ここに滝沢ギター検定って入力していると、ある視聴者の方が滝沢ギター検定の動画を見ているときに、関連動画とかおすすめ動画とかで表示されやすくなると。まあ、そんな感じです。あんまり全然関係ないことを、例えばそのなんかアイドルの名前とか芸能人の名前とか入れたりとかすると、それはもうスパムタグと。見なされて、その動画のランクが下がってしまうので、関係ないことは書いちゃダメなんですけれども、まあ、関係あることだったら、どんどん書いちゃいましょう。エレキギターとか、まあ、そのギター検定とか、滝沢克成とか、アフタービートギターチャンネルとかでもいいですし、なんか検定、試験、何でもいいので、あ、皆さんのその名前でもいいですね、アカウント名とか。なくてもいいんですけれども、まあ、一つ二つあってもいいかなという感じです。まあ、仮に滝沢ギター検定と入力しておきましょう。で、その次、カテゴリー。これ、ぶっちゃけ何でもいいです。一応、まあ、音楽ってあるので、音楽にしておきましょうか。で、その次、公開。これはもう本当にパブリックな状態です。誰でも見れます。で、その真ん中の限定公開ってやつが、その URL を知っている人だけが見れる状態なんですよ。なので、YouTube のページを開いて、その窓に、検索窓に皆さん の, そのアカウントの名前とか入力しても、全部限定公開になっていると、検索されないんですよね。検索できないようになっているんです。ただし、ブログとかにその自分の動画をこの URL をポチッて書いたりとかすると、限定公開であっても URL さえ分かれば動画を見ることができると。そういう感じのちょっと公開という感じでございます。で、非公開というのは本当に完全に公開しないことです。一応、この特定の YouTube ユーザーのみが再生可能であったりとかするんですけれども、結構設定がめんどくさかったりとかするので、誰にも見せたくないという動画の時だけ使うって感じですかね。テスト動画とか、ちょっと一回確認をしたい時とか、非公開で一度アップロードをして、で、OK だったら公開に設定とか、まあ、そんな感じです。皆さんのその都合に合わせて選んでくださいませ。とりあえず今回は限定公開でやってみましょうか。で、このまま公開のボタンを押すと、そのままもうアップロードすると。なんて便利なんだって感じですよね。ちょっと覗いてみましょうか。滝沢ギター検定 A1 が公開されました。で、こう。で、まあ、こんな感じでその YouTube アプリが開いて、まあ、動画を見ることができるんですけれども、短い動画であっても、一回そのアップロードが完了してから YouTube 側で処理をしなければいけないので、まあ、短くても2分、3分、長ければ本当に10分、20分とか見れない状態が続くんですけれども、すぐは大体見れないです。こんな感じでストリームがありません。やり直したらタップしてくださいとか、なんかそういう注意書きが出るんですけれども。でも、まあ、しばらくすると。お、行くかな。えらい雪が来てしまい、エレベーターももうこんなになってしまって、どういうことやこれって感じですよね。まあ、こんな感じで、まあ、そのさっきトリム編集をした動画が YouTube 上に公開されたという感じでございます。多分これすごい画質が荒いんですけれども、まだ処理中だから荒いんだと思います。もう少し時間が経てば、もっと綺麗になってくると思うんですけれども、まあ、その日は皆さん その好みとか、その、なんていうんですか、好みですね。好みによって画質を設定していただければという感じです。そんな感じです。どうでしょうか。なんかこう説明を聞いててちょっと難しそうなと思ったかもしれないんですけれども、やってみると、一回できちゃうとすげえ簡単だということがわかると思います。こんな手軽に動画というのは公開することができるのかと。まあ、そんな感じで、まあ、初めての動画投稿、結構勇気がいるかもしれませんけれども、ぜひともチャレンジをしてみていただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。
ください。